皆さんこんにちは、 ACKA のゆりしーです。今回は、自由の新作を5点と小物を2点購入しました。イエーイ。この前店舗で買ったんですけど、もう新作のトレンドのアイテムがたくさんあったので、可愛いアイテムを購入してきました。それでは早速ゴー。それでは一つ目が、今私がつけてるアームウォーマーになります。今めっちゃ流行ってますよね、このトレンドのアームウォーマーが990円でゲットできました。長さがこんな感じで、袖の部分だけついてるやつになります。クシュってした感じもめっちゃ可愛いです。素材はもう普通のめっちゃごついニットです。指を通す穴もついてました。今は ACK のブラウスと合わせてるんですけど、こんな感じでスリットがあるお洋服にこういうアームウォーマーをつけたら今年っぽくて可愛いなと思って購入しました。もう暖かさもめっちゃあるので、もう今から全然つけていただけるし、もう寒くなったらもう手袋としてもつけていただいてもいいかなと思いました。私が購入したのがこちらのブラウスです。じゃん。襟がスタンドでちょっと立ってるデザインになってます。で、ここがフリルがあって、袖部分もフリルで、もうシンプルながらも可愛いなと思ってこちらを購入しました。生地もカッターシャツっぽい生地で、もう1990円なんですけど、もうしっかりしてて高見えブラウスかなと思いました。じゃあこちらを早速着ていきたいと思います。こんな感じです。首元を長さはこのぐらいで、もう首が詰まりすぎてなくて、私はちょっと首が詰まりすぎたら顔が太って見えちゃう気がするんですけど、このぐらいになったら顔周りもすっきりして見えるのでめっちゃいいと思います。今私は L サイズを着用しております。手の長さは短すぎることもなくぴったり着ていただけて、肩周りも肩たぶんここで折ってるんですけど、もうこの分ゆとりもあるので、M サイズでももしかしたらいけるかなとは思います。続きまして、こちらのブラウスにこのデニムを合わせていきたいと思います。私はブラウスにこのデニムを合わせるコーデがしてみたくって、こちらを購入してみました。薄い色もあったんですけど、このネイビーの色味が可愛いなと思ってこちらにしました。こんな感じの、もう見るだけですっきりして見えそうなフレアのデザインでした。それにプラスしてこちらのベルトも購入してみました。なんかベルトもめちゃくちゃいろんな種類があったんですけど、このゴールドの感じが高見えして可愛いなと思ったのでこれを選びました。ここがなんか丸っぽいのもありました。結構細めなんですけど、表面と裏の生地が違うのもまた可愛くって、こっちはちょっとザラザラしたベロアじゃないんですけど、ベロアっぽい感じで、裏はレザーになります。可愛い。こんな感じでデニムとベルトを合わせたのが大人っぽくて可愛いって発見したんで、これを早速してみたいと思います。じゃん。履いてみました。めっちゃいいです。形もめっちゃ綺麗です。私が私物で持ってる去年買ったデニムよりも断然いいです。すっきりして見える、めっちゃおすすめです。可愛い感じで、丈感も今ブーツを履いてるんですけど、短すぎることなく M でも大丈夫かなと思います。ウエストはちょっと若干緩いかなと思うんですけど、このベルトのおかげでぴったり履けてます。ちょっとこれだけだったらシンプルかなと思うので、こちらのツイードのジャケットとベルトをゴールドにしたので、バッグもゴールドの部分が見えるバッグで合わせてみたいと思います。こんな感じです。めっちゃ可愛いです。タイプなコーデ。
ジャケットを着た時でもここにフリルが見えるのでめっちゃ可愛いですね。と袖もやっぱり可愛いです。シンプルだからこそめっちゃ使えると思うんで1個あったらいいと思います。値段も安くて可愛い、最高。はい、それでは次のコーディネートへゴー。次はショートパンツで合わせていきたいと思います。じゃん、こちらはなんか色味がアイボリーとこのなんかベージュっぽい色とあと黒っぽいブラックのお色味がありました。で、私はこのベージュの色味でヘリーボーンっていうんですかね、生地が焦げ茶とベージュが混ざった柄になります。もう秋っぽい生地でもう温かみもある感じです。柔らかい。後ろにはポッケがついてたんですけど、これ中が開かなくって多分デザインです。またベルトループもついてるのでさっきのゴールドのベルトと一緒に合わせていきたいと思います。こんな感じです。めっちゃ可愛いです。これもハイウエストで着ていただけるのでもう秋とかはめちゃくちゃ使えると思います。可愛い。カバンをベルトの色味と合わせて今度はブラックにしていきたいと思います。履いた感じはちょっとウエストがまたこれも大きいんですけどベルトで締めるのでもう全然いきます。丈感がこのなんか一番太く見えるところが見えないのでもう細く見せてくれると思います。この部分にセンターラインが入ってるんですけどこれでより細く見えるデザインでもうめっちゃ優秀。かわいい。こういうオーバーサイズのニットと合わせてもめっちゃ可愛いなと思うので着てみますね。こんな感じでまた襟も見えるのでポイントです。またニットと合わせたらまたさっきとちょっとは違う雰囲気でおしゃれ、可愛い。こんな感じのもできるのでやってみてください。それでは次のコーディネートへゴー。はい、次の購入した商品はこちらです。めちゃくちゃふわふわです。見てください、ふわふわでもちもちしててめっちゃ可愛いです。これがいろんな場所にめちゃくちゃあってめっちゃ推しアイテムだったっぽいです。今田美桜さんもこれを着用してました。ボタンはベージュのツヤっとしたボタンでこれも値段が安い割にはめっちゃ高見えしそうなボタンで安っぽくないかなと思います。じゃあこちら着てきます。この感じで着てみたいなと思ってちょっと着てみました。この着方もめっちゃ流行ってるので可愛いです。髪の毛くくっても可愛いかな、可愛いかな、くくっても可愛い気がします。くくってみますね。あ、でもくくったらちょっと短いかもしれないです。あとは肩掛けでもめっちゃ可愛いと思います。今とかだったらもう結構寒くなってきたのでお昼間暑い時はもう着ずに肩掛けとくだけでもおしゃれだなと思いました。これが ACK の今後販売するバッグなんですけどこういう感じで合わせてもらってもめっちゃ可愛いですね。大人っぽいけど単色女子のなんかちょっと上級者っぽい感じがする気がします。次はブラウスなしで着てみますね。それではゴー。はい、着てみました。着るとやっぱめっちゃ可愛いです。今私は中に普通のキャミソールを着てるんですけどもうチクチクせずにもうモフモフです。めちゃくちゃモフモフ、可愛いです。この感じで着た方が可愛い気がします。丈感は私は M サイズを購入したんですけど S でちょっとあえて短く着ても可愛いかなと思いました。でもこの長さでも可愛い。まあ確かに S とかにしちゃったら手が短くなるかなとは思います。私はこの長さでした。ちょっと短いですかね。さっきはパンツでまとめてたんですけど今回は黒のスカートで合わせてみました。ちょっと上品な感じで仕上げたいのでこの私物のカチューシャとこちらの大きめのバッグを合わせていきたいと思います。なんかクリスマスとかのお
大人なデートの時とか、ちょっと女の子の女子会とかでも思いっきり女の子のコーデしたい時とかにもおすすめです。ちょっとこれは茶色なんですけど、私的のポイントはこのブラックの要素で合わせたら大人っぽいかつガーリーに着ていただけるので、このコーディネートはおすすめです。最後がじゃん、こちらです。ハーフジップではないんですけど、全部のジップなんですけど、これもめっちゃ流行ってるなと思ったので早速ゲットしました。やっぱ今季めちゃくちゃ流行ってるので、もう1個あったらトレンドもキャッチできるんでおすすめだと思います。チャックは丸になってて、色味はシルバーですね。袖はこんな感じでちょっとバルーンっぽい感じになるんですかね。もう寒い時も着ていただけそうな生地で結構しっかりしてます。弾力性もめっちゃある、もちもち。じゃあこちらを早速着ていきたいと思います。それではゴー。じゃん、こんな感じです。ちょっと首元が詰まるかなと思ったので髪の毛はくくってみました。すっきりゆるくダボっと着たいなと思ってL サイズにしてみました。 L なんですけど、そこまで大きすぎることもなく、袖はちょっとタポッとした感じが出るぐらいです。このジップなんですけど、上まで行っちゃうと結構長めです。でもこの感じも可愛い、ゆるい感じで可愛いですね。この感じか、このちょっとだけキュッて折り曲げるのも可愛いですね。これで1位、これで2、3で開けて4コーデできそうです。でもこの開け方がやっぱり可愛いですね。この髪の毛くくってスカートだけだったらちょっとシンプルかなと思ったので、じゃん、ユニクロのメガネなんですけど、ユニクロのメガネと今後の新作のピンクっぽいお色味のバッグをコーディネートしていきたいと思います。靴はあえて白にしても可愛いかなと思ったので、この私物の靴を一緒に合わせていきたいと思います。はい、こんな感じでした。このコーデもめっちゃ可愛いですね。あとなんかブラックのスカートだけじゃなくても、アイボリーとかベージュとかもうシンプルな合いそうな色味とかでもめっちゃ可愛いと思います。はい、終了しました。ありがとうございました。もう今季の GU 全部めっちゃ可愛かったです。私の一番のおすすめはデニム、もう綺麗すぎてびっくりしました。もう何種類か欲しいなって思いました。とあとあのフェザーのカーディガンがめっちゃ可愛かったです。もう安かったのに高見えするし、トレンドも持ち合わせてるのがやっぱさすがすぎました。すごい。このコーデがちょっとでもいいなって思ったら、いいねとチャンネル登録とコメントお待ちしてます。最後まで見てくださってありがとうございました。じゃあまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。